こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今日は日曜日ですかね。まあ連休の中日ですので、今日はね、浅草でイベントがあって行ってきたんですが、いやー、浅草の街も本当に人が多いですね。特にも外国人が多いね。今日は10時前に浅草へ着いたんですけど、もうその時ね、もう10時くらいの時点でね、もうゾロゾロだもんね。まあ3連休ということもね、あるわけですけれども、それからまあね、コロナの方もまあまだね、不確実だけど、まあ落ち着きかけてきてるなっていうね、感じはしてますので、まあ、そんなにね、感染者もそんなに増えてないし、まあ、逆にね、こうインフルエンザの方が、感染者がだいぶ増えてるようなんですけれども、まあとにかく、浅草も非常に、混雑っていうんですかね、人が多かったです。まあ今日はその浅草は、あの木馬館っていうね、浅草公会堂のすぐ近くなんですけれども、まあそこで、ある劇団の公演がずっと行われているわけですけれども、そこに、まあ、ゲストとしてね、石原まさしが出演いたしました。昼夜、まあ、2回公演で、昼はね、1時からかな、で夜は5時からっていうことで、結構長丁場だったんですけれども、まあお客さんもね、非常に多くて、まあまさしも、多くのお客さんに、感動をね、与えることができて、まあ一つ一つね、こうやっとこう、前進し始めてるかなっていう感じはしてきてますね。まあとにかくこのね、芸能界っていうのは、まあ、とっても不確実な、ね、業界ですので、まあ何度も言ってますけれども、歌が上手くて出るわけじゃないし、一生懸命やって出るわけじゃないし、お金をかけて出るわけじゃないし、まあいろんなね、状況が絡み合って出るんですけれども、基本的には人脈ですね。やっぱりね、まあ、どんな業界でもそうなのかな。やっぱりね、ちゃんとなんていうのか、そういう影響力のある人とどう関われるかっていうことですよね。それで関わっていただいて、なおかつ、まあ、関心を持ってもらえるかっていう、まあここがとても大事だと思うんですけれども、まあここまでね、こう一つ一つこうね、積み上げるには、まあ本当にね、三歩進んで一歩下がるっていう、そんな比率じゃないからね。もう本当に100歩進んでね、どれだけ、なんていうのかな、100歩進んでも、進むつもりでやっても、実際は本当にね、2、3歩しか進まないとかね、そういう一つのね、あの業界ですので、まあでも多くの方々に関心、持っていただいていることは確かですので、まあ引き続き、石原まさし、それから、今日はね、手伝いで朝から、ずっと遅くまでやっていただいたんですけど、歌手の三田京花、また明日はね、大久保祭り、新宿の近くの大久保ですね、そこの大久保祭りに、ヒューマ君っていう19歳の、青年が7月にデビューいたしまして、そこに明日は、出演いたします。
まあもろもろね、いろいろとやっていかないとね、埒が明かない、状況ですので、できるだけ勇気を持って進んでいきたいと思っております。またご支援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。